なったのはお前のせいだ。そこ黙れ。これが生まれ変わったフランスの姿だ。寄生虫どもが革命を骨の髄までしゃぶってる。Ah!
ぞ。金は必ず返す。おそぼ、命中。これはこれは何しに助けに出してくれ扉を鍵は監守が持ってたどいつかは知らない
問題ない。出してくれないとみんな死ぬぞ。救出ってやつだ。なんでだ。どれだけ見通しが立たない頭の固いデグノボーだからといって資材はやりすぎだからな。さあ下がってついてこい。次行くぞ。どこかで会ったか。いや、だってお前町の酔っ払いだな。ああ、座りつけろ。そうか、ならそうかもしれない。ちょっと座りつけろ。おいおい、解雇。なぜ。最新の報告書に重大な誤りがあったのだ、ラトゥーシュ。いえ、確認しました。本当です。10万リーブルが国王の金庫から消えたのです。すまないラトゥーシュ。ではムッシュラトゥーシュ、修正官だったのか。そうです。よろしい、君の力が必要だ。寄生虫以外の何者でもない。どういう意味。いやしいろくでなしが働きもしないで横取りしてやがる。上官の行いのうち半分でも聞かせてやりたいよ。その上官について聞かせるんだ。よろしい。英知の父のご加護。私はどうすれば。支部長、国民公会にいる工作員の始末だ。ルペルティエを。ルペルティは使えるが、政府に友人はまだいる。ラトゥーシュ君、マクシミリアン・ド・ロベスピエール氏だ。どうも、ベルサイユには寄生虫がはびこっているようですね。ひっくり返してやる。俺は負けないぞ、このクラウン。ここだぜ。